はい、どうもみなさん、こんにちは。沖縄おばばでございます。えっ、ー、とですね、これね、割と重要な問題です。はい、えー、生活防衛ですね。いわゆる生活防衛の一部です。皆さんね、あの、パソコンとか iP、iPad とか使ってますよね。大体いいね、Windows が標準ブラウザになってると思います。はい、えー、標準ブラウザになってますよね。 実はですね、そこで表示された、はい、エッジっていうあの機能があるんですけど、まあ、そのね、えー、標準ブラウザで表示された画像ですね。それがあ全部マイ、あのー、マイクロなね、えー、ソフトさんのところに情報が全部いってますよということです。はい。えー、これ生活防衛です。はい。 えー、まあ、いろんなね、画像が多分表示されると思うんですけど、そういった画像がすべてね、はい、すべて、えー、まク黒なね、ソフトさんのところがね、えー、管理してますよということです。あなたが表示した画像が。はい、えー、こういうところでね、あなたの思考とか、あまあ、思考ね、あのー、好みですね、えー。思考とかね、そういったものを集めてね、 えー、いろいろとね、えー、後々、えー、まあ、商売、商売とかね、あと、まあ、缶のりとかするのに使われることになるでしょう。はい。えー、なんて言ってもね、あのー、ビルットさんですからね、ビルットさん。はい、ビルットさんの会社ですから、昔はね。はい。えー、ということで、えー、このね、エッジ、これに表示されている画像です。 えー、その画像があマイクロな、ね、ソフトさんの方に全部いっちゃってるっていうことなんですよね。えー、で、でもですね、はい、諦める必要はございません。これをあの無効化する、はい、無効化することができるんです、実は。はい、情報をね、自分が、あ なんていうのかな検索した情報とかそういったね、えー。まあ画像ですけど、これは。はい。えー、向こう側に渡さないで済むような、あまあ組織機能もついてるわけですよ。まあ、多くの人は知りませんけど。はい、えー。こういったことがあるという、こういうね、操作ができるっていうことを知らない人が大部分です。はい。えー、この方法があ、まあ紹介されているね。 えー、まあ、たまちゃんの暇つぶしさんが紹介してます。はい、えー、これまあ、有効だと思うんで、えー、どうぞね、お使いください。はい、えー、こ、記事に飛んでね、えー、まあ、自分でお読みになって、で、えー、適用していただけるといいんじゃないかなと思います。はい、向こう側にね、いろんな情報を持ってかれないで済みますよということです。あなたの個人情報が。 えー、まあ、これは画像検索ですけど。まあ、その他にもね、あのー、あのね、まあ、マイクロなソフトさんね、あのー、OS に使ってる方はちょっと本当に気をつけた方がいいかもしれませんね。全部ね、A の I さんがあ持ってってるっていうお話もおそこそこ聞いてます。はい。えー、瓶ですね、瓶。はい。いわゆる瓶。はい。瓶。 中国語で病という名前のね、はい。中国語で病という名前の、あの、A の愛さんがね、えー、持ってっちゃってるという話が聞くんで、まあ、画像くらいはね、持ってかれないようにね、はい、向こう側に情報に、情報をね、持ってかれないように、まあ、あこういうところから一歩一歩ね、えー、防衛していくというのはあ、賢いことだと私は思います。はい。 えー、そういうことです。なので、皆さんね、えー、どうぞこちらの記事貼っておきますんでね、見に行ってください。はい。えーまあ、情報をね、取られないようにする有効な手段。これがある場合は、皆さんどんどん使いましょうということです。はい。これ、生活防衛ですね。 はい。あっち側にね、ええー、まあ、ね、根掘り、葉掘りね、自分のことをね、知られないようにするための生活防衛ということでございます。はい。まあ、そういうことですのでね、えー、こちらの方を使ってみてください。よろしくお願い申し上げます。沖縄おばばでした。はい。いてたん。どでちゅかん。ぷーって言ってますね。ぷーって。えー い,いですねはーいでおてってはどもかわいいですね。ねー。はーい